応用いっぱいできそうですね、これからね。ちょっと詳しく聞いてみたいでしょ。聞いてみたいですね。じゃあちょっと特別ゲストをね、早速お迎えしましょう、はい、VTR にも登場していただきました、うん、高橋正義博士です。どうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。どうぞどうぞこちらの方へ。先生どうぞお座りになってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうぞお座りになっていただいて、早速どういう風にしてできてるのかってことね。水の中でできてるんですよね。そうですね、渦流のこう中でですね、はい、そこにまあもともと大きな気泡としてこうやってきたものが、まあねじれの中でまず引きちぎられて、で渦がこう解放した瞬間に外にパッと広がるんですけども、その引っ張りの力も加わって、で通常ではなかなかできないような微細な気泡をうまく作れた。日本でそれがこう形に、うん、日本は割とその、そうですね、進んでるものなんですか、世界的には。まあ、多分まだ日本でしか利用されてないと思います。あ、そうですか。これ日本が発見したと言ってもいい。そういった意味であの日本初の技術になり得る。かー、来ましたね、また、ちょっと今日ね、実際ちょっとその発生するところね、はい、見たいでしょ。見たいです。見たいですよね。で皆さん前の方へどうぞどうぞ。微細な気泡ですよね。へー、発生装置これだ。これですか先生。すごい。 VTR にあったのとまた違う、はい、こちら、マイクロバブル発生器、ね、もうちょっと違った方式ではあるんですけど、もっと濃いマイクロバブルを発生できる。じゃあ実際に、はい、動かしてみましょう。はい、あ、異なった。お、あ、出てきた。最初はこれだ、普通の気泡。あ、これ、これはもうマイクロバブルなんですね、はい、高先生。そうですね、あの見た目こう牛乳のようなものが見れると思います。煙みたいだね、なんか白い、なんかほんますね、煙だよ煙。水の中でなんか、ね、はい、これマイクロバブル、はい、これ泡なんですよね。そうですね、これはもう髪の毛の10分の1あれみたい、スチームみたいですね。ね、水の中のスチーム、はい、ここに顔つけたらすごい綺麗になるんじゃないですか。洗浄能力、あの、ね、確かに泡っていう泡じゃないよね。もう目に見える泡じゃない、霧のようなのが、はい、うわ、これは初めて見た。すごい。実際にあのこの装置、あのお風呂用として開発された。手、手入れてみて。もちろん大丈夫。はい、いいですか、入れて。いい、どんな感じですか。あ、なんか泡風呂のもっともっと優しい感じ。次なく炭酸的な感じですか。そうそう、炭酸のもっともっとソフトな感じがしますね。はい、すごいソフトな。あ、シュワ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 っていうのが。ちょっと入っていいですか。もう一回入っていいですか。入った方がいいですよ。みんなして手が綺麗。気持ちいい、これ。そんな劇的になんかすごいわけじゃないんだね。でも柔らかいですよ。優しい。ちょっとクリーミーな感じがします。はい、そうそう、結婚指輪綺麗になったから。なんかマッコリみたいな感じがする。マッコリ。指輪忘れちゃった。飲めんじゃねえかっていう。ありがとうございます。これくらい小さな泡になりますと、1分間経っても本当にあの数ミリとか数センチしかこう上が上に上昇しないんで、まあ、非常に長くここに留まっているという特徴があります。でももちろん人間にも優しいんでしょうけど、はい、そのさっき言ってたその環境的にも非常にですよ、水質浄化とか、はいはい、水質の浄化とか。これなんですか先生、これは。これはあの兵庫県にあるあの水道水用のため池なんですけども、やっぱり夏場になったらあの青子とかそういったものが発生して非常にあの汚い状況だったのが、まあ、ここにもあのマイクロバブルを入れてまして、でマイクロバブルを入れることによって非常に水質の改善に役立っている、まあ、実際に使われている例です。はい、大きなマイクロバブル製造機みたいなものがあるってことですね。そうですね、はい、そしたらね、ぜひもうこの技術は本当にあの世界中で使える技術なんで、日本初の技術ということで来ましたね。広めていきたいですね。 WBC 送り人に続き日本が世界に誇る。そしてね、ここは分かりました、マイクロバブル、はい、もう一個あの水槽にある、これ何なんですか。こちらはですね、はい、これとは違ったやっぱり泡が入っています。で、もう入ってるんですか。はい、入ってるんですか、この中に。これも入ってます、はい。マイクロバブルの中にはもう一つ別の特徴があるってことが分かってきまして、はい、だんだんこうゆっくり上に上がりながら小さくなっていくんですけど、途中でですね、ある原因があって中休みするんです。中休みする。だいたいその、まあ、中休みした時の大きさっていったものがあの1ミリのまあ1万分の1よりも小さいというのは、うん、とても目に見えないほどのナノ単位、はい、でそういった泡を我々ナノバブル、今これそれ入ってるんですか。この中にあの実際にナノバブルが入ってます。ナノバブルに今中休みしてる泡がいっぱい入ってる、はいはい、何かしら何の変化もそこまで小さな泡になりますと、もう本当にもう透明の水です。ナノバブルは何の役に立つんですか。これはちょっとこちら、はい、ご覧ください。これは濃いそしてタイです。タイですね、はい、あれ、淡水と海水、そうそうそう、ね、
淡水魚、海水魚を、まあ、共存させたり、一緒に泳いでます、それは、はい、共存できるってことですか。共存できるんですか。ナノバブルがもしなければ、まあ、1時間2時間経てば結構、まあ、かわいそうなことにこうなってしまうんですけども、うん、ナノバブルが入ることによって本当にもうこのままの状況で1ヶ月でも2ヶ月でもタイとコイがこう一緒に泳ぐことができる。タイとコイが一緒に泳ぐことは本当珍しいしすごいんですけど、はい、これが何につながるんですか。魚をあの非常に元気にするという作用もあるということで。元気だったんですか魚は。魚が浄化されて、例えばあの海の魚って結構弱いですからすぐ死んじゃうんですね、うん、ところがその中にこのナノバブルを入れておいてやればその弱った魚がまた回復をしてでこういったことができる。タイが高く売れるんですか。鮮度がいいのが、ね、流通に活用されますよね、はい、まあ、それよりもそのこういったあの水に、まあ、今回の場合は魚でしたけど、はい、何も魚だけではなくて植物を元気にしたりだとか、あと、まあ、今あの実はこれを利用してあの医療関係、はい、人間の体に対して、まあ、使えないかという研究が今されていまして、これでもマイクロバブルには無限の可能性があると、うん、と思います、はい、嬉しいですね、はい、すごいです ね、 ね、うん、なんかこう水の可能性を感じません。そう、なんか最近ちょっと暗い話題が多いので多かったから非常に明るい未来を感じますよね。すごいですね、これはびっくり、はい、ということで高橋先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。